新見正則先生のモダン漢方講座総論の講義をご覧いただきます講師は帝京大学医学部外科准教授新見正則先生ですそれでは先生よろしくお願いしますこんにちは新見と言います、えー、これから一緒に楽しく漢方の勉強をしましょう 僕は保険適用の漢方エキス剤を多くの医師に使ってもらいたくモダン漢方という言葉を、えー、作り出し啓蒙していますモダン漢方というのは漢方的診察お腹を見る腹心脈を見る脈診、舌を見る絶診、そういうのは基本的に 処方選択のためには不要という立ち位置ですそんなことをやって10年以上経ちますたくさんの本を書いて多くの先生方がファンになってくれています僕の講演会にも多数の先生が見えます多くの方がそんな使い方で確かに治るよね喜んでくれるよって言ってくれています 10年経ってすごい自信があるんですね。で腹診も脈診も舌も見なくていいということはそれこそこのシステムは薬剤師のののの先生方のためのものなんです昨今医療費国が負担している医療費が どんどん増えています。その時に必要なのはできる限り病院に行く方を減らす。病気にならないようにする。病気の手前で対応する。かつ病気になって病院から帰ってきた。その時にも薬剤師の先生方が対応するんですね。それも今までのようにドクターが出した処方箋、 に対応するというよりも薬剤師の先生方が進んでそのより健康である情報を提供してもらいたいと思っています今回は特に漢方のことに関して説明をしていきますそれは漢方に素晴らしい可能性があるからなんですねですからぜひ えー、いろんな領域の話をしていきますのでぜひぜひ、えー、参加してください。えー、っと一般向けの漢方の本を書いている先生はいますけども医者向けの漢方の本を僕ほど書いている先生はいません。 10年経ってやっと自信が出たんですね。これは間違いない。今まで出した本にほとんど訂正はありません。それはある意味当たり前で僕はとても人の縁がいいんです。なんと松田邦夫という日本で僕は一番と思っています。その先生に習って10年以上が経ちます。僕のしてることは 松田先生が教えてくれたことをただ分かりやすく皆様に提供してるだけなんですね。だから僕が松田先生の言っていることされていることを正しく書き下ろせばもう間違いないんです。だからこそこの10年以上たくさんの本を書いても訂正箇所がないんですね。 だから安心して僕の講義についてきてください。さて漢方って何だか分かりますかえっと思うでしょ漢方の大切なことそれは生薬の足し算なんです。生薬っていうのは 多くの場合には植物です。多くはね。えー、根っことか、葉っぱとか、ある場合には花とか、つぼみとか、ね、果実とか。多くは植物。えー、鉱物のこともあります。動物のこともあります。つまり、昔困ったんです。多分、はるかはるか昔。もう人間が、 ある程度人間らしい生活をしてから、いろんな病気になったはずなんです。わかりやすく言えば、便秘、お腹が張って便が出ないよ。っていう時に、多分片っ端から周りにあるものを食べたはずなんですね。そういう中から人体実験として、ね、食べるわけですから。そして、あ、これは便秘に効くんだ。っていうことがわかったわけです。 そういうようにいろんな目の周り身の周りにある口に入るものは全て自分で実験してみて自分たちで実験してみてそしてこの生薬にはこんな効果があるっていうことを長い年月で身につけていったんですね。ところが生薬って すごい激烈な効果があるものはごく稀に稀に稀にあります。でも通常は些細な効果なんです。でどうしたかそれは些細な効果だからこそ一生懸命足し合わせたんですね。些細な効果を足してそしてより効果を増す。ある場合には副作用。 不快な作用を合わすことによって減らす。で、よっぽど運がいいと、全く新しい作用ができたりもします。そんな風に、足し算の H が漢方だって理解してもらうと、わかりやすいと思います。で、足し算の H って、かっこいいじゃないですか。僕は、 本当はねそう思うんじゃなくて致し方なく足し算をしたんだと思ってるんですね足し算の反対何ですか引き算じゃあ皆さん引き算の薬最初に分かったの何だと思います多分今皆さんが扱っている多くの西洋剤は純物です ね、多くは石油から作れます化学構造が分か,かってるからそれはある生薬の中から効くものを見つけてそしてそれを薬にしたんですね魔王ってやつがあります滑根湯とか魔王湯とか小生竜湯とかに入ってます魔王にはエフェドリンが入ってます エフェドリンは交換神経を刺激すするんです血圧がチッと上がるね鼻が通る目が覚めるだから魔王眼臆の薬は鼻水が止まるんですねつまり今の医学が進歩して魔王というなんで葛根刀や魔王刀や小生竜刀は鼻水が止まるんだろうっていうのが魔王っていう 生薬の存在だとまず分かりそのうち魔王の中のエフェドリンが見つかったんですこれ引き算でしょ引き算元年それは1804年って僕は言ってます今から200ね20年ぐらい前そこが引き算元年なんですよ その頃、アヘンっていうのがありました。アヘン、気持ちよくなるんです。その気持ちよくなる成分が何だやっと200年ぐらい前から、化学、化学が進歩して、あるものを分離、生成できるようになったんですね。で、最初に分離生成したのが、なんと。 アヘンから分離生成できました。それに名前つけたんです。日本語だとカタカナ4文字。わかりますかそれがモルヒネです。ね。世界最初の植物アルカロイド。だから引き算の歴史はたかだか220年なんですよ。引き算が できる、はるか昔から漢方は存在してます。和漢、日本の漢方のバイブルは、召喚論って言うんです。召喚論。ね。これは、1800年前にはあっただろうって言われてます。1800年前って日本は、なんと、卑弥呼の時代です。ね。たや中国は五漢。 の時代その頃にもう漢方は出来上がったほぼほぼねと言われてるんです。召喚論抗議の召喚論の中にねっ教義の召喚論と禁棄要略っていうのがあります。その2つで医療用の漢方製剤の約半分以上を占めてます。 つまり1800年前にはもう出来上がってたんですね。ほぼほぼ。精一杯足し算をして。で、我々の医学は現代薬学。薬剤師の先生方の現代薬学の歴史は200年です。ね。わかりやすいでしょ。でね。 よく漢方をやってるとフローチャートシリーズたくさんあるんです一つはフローチャートがん漢方っていうのもありますフローチャート子ども漢方っていうのもありますフローチャート高齢者漢方っていうのもありますがんに漢方が効くのか 部隊としてはすすごい効きますもしも皆さんのところにがんになった患者さんが相談に来たら朝鮮人参と奥義っていうのが入った薬これ人義剤っていいますまず3つ覚えればいいです補充液と従前大糖とそして人参養栄ねこのうちの1個 どれでも元気出ますから、えー、どれでも、えー、飲んでもらえばいいと思います。で、大切なことは、漢方って生薬の足し算ですから、人によって合う、合わないがあるんですね。漢方漢方した先生は、小なんて言います。言ん,んに正しいって書いて。そんな言葉が嫌な先生は、レスポンダーって言い換えればいいです。漢方には、レスポンダーとノンレスポンダーがあるんです。 じゃあどうするのって言うとね、今回の講義で勉強したこと、それを患者さんにもう勧めるんです。そして患者さんが知ってます。答えをくれます。なんか、あれ飲むと調子いいですよってやつはレスポンダーなんです。性が合ってるんです。で、もしもお勧めして、なんかって言われたら、いや漢方にはレスポンダーとノンレスポンダーがあるんで、 じゃあ違うのを試しましょうねって言えばいいだけなんですね。くれぐれも最初から当てようと思わない方がいいです。いろんな漢方を試して一緒に患者さんと患者さんの症状を治すために少しでもいい薬を探すと思うのが大事なんですね。でね、漢方って サイエンス、科学、いや化け学ができる、はるか昔の知恵でしょ何したかっていうと、相関しかないんです。こんな症状には、こんな漢方薬、こんな生薬の足し算だっていう、組み合わせの歴史なんですね。経験則の。 サイエンスは真ん中があるんです。こんな症状があればこういう病気だ。だからこの薬。ね。まあかっこいいんですね。だからもちろん理屈がある場合には西洋剤がいいことが多いです。でも今の医学で治んない人もたくさん皆さんのところに来ます。 その時にはまず共感するんです。困ってるんですね。1件も2件も3件もね。病院に行ってクリニックに行って治んないんですね。じゃあ昔の知恵の漢方でも試しませんかって言えばいいんです。本当に効くんですか効くやつは効きます、ね。一緒に探しましょうねって言えばいいんですよ。そういう立ち位置でぜひ気楽に えー、漢方を進めてください。で、ドクターに話をする場合には、漢方は、ほぼほぼ安全って言ってます。それはなんて意味だ、ね、ほぼほぼっていうのは、食事と西洋医学の大体真ん中の存在だと思ってくれって言います。どういう意味それは、西洋医学は、すんごい効くんです。 諸刃の剣だからやめようかな飲み続けようかなと思ったら西洋医学はやめるんですよ。モのハの剣なんだから。漢方はやめようかな続けようかな飲むんです。真ん中だから。で漢方も西洋剤も治ればやめるんですよ。 漢方だって効くっていうことは副作用も不快な作用も少しあります。ただ頻度は断然少ないんですね。今の西洋剤よりも。ですから漢方薬でも何か起こりますよとだけ言い含めて患者さんにあげれば何も心配ないです。くれぐれも先生漢方って自然のもんなんでしょ 絶対安全ですよね」なんて質問されて「そう」って言っちゃいけないんですよ。だって自然のものの中だっていくらでも危ないものあるんだから。ね。で幸い漢方の大本それは中国ですもちろん償還論も中国のもんです。で現代中国医学中医学って言います。 そこにはそれこそ結構な毒性が強い生薬も入ってます。ただ日本の、えー、医療機関が出す漢方並びに薬剤師の先生方が勧、えー、める漢方薬にとんでもなく危ないものは一つも入ってないんです。 間違って飲んだら死にそうになっちゃうってやつはね一切ないの。で現代中医学の分量は和漢日本の中医学の分量の5倍から10倍です。ね。それぐらい飲んでるんですよ。日本の量は本当に少ないんですね。だから危険性もずっと少ないんです。 ぜひ、えー、漢方薬は皆様の選択肢の中に入れてほしいんですね。ぜひ学んでほしいんです。くれぐれもお腹見ることできないから脈触れないからそんな理由で漢方の勉強や患者さんに漢方を進めることを 諦めてほしくないんですね。だってもう10年間やってきて、処方選択のためにはしなくていいんですから。ぜひ皆さん、えー、一緒に勉強していきましょう。さて、今日のまず言葉、ね。漢方薬は生薬の足し算ですよ。そして、食事と西洋薬の間っていうこと。じゃあ漢方。 何でも聞くのか、実は幅広く聞きます。だって今の医学が存在する前からみんな困ったんだからそういう困った症状に一生懸命精一杯、よりよくなる組み合わせを作ったんですただね完璧じゃないのだって結核だって本当に治るようになったのはペニシリンや ストレプトマイシンができてからです。それまでは不治の病です。でも精一杯その中で漢方薬は応援したんですね。がん。がんだって、漢方だけでは治りません。ね、僕の外来に、先生、ね、先生漢方とがんの本書いてるでしょか私がんになったんで。 直してくれって人が来ます。何人も。そういう時に漢方だけでは治んないよって言うんですね。ただそれでは患者さん納得しません。そこで話をするのは1804年。えモルヒネがこう純物になった年そうです。同じ年に日本で花岡清舟。 という人がなんと全身麻酔をします。世界初って言われてます。花岡清舟は江戸時代切手の漢方の名医だったんです。花岡清舟は当時の漢方薬ね。漢方をどんどんして進歩してますからね。今はまだわかりませんけど、当時の漢方薬では乳がん治せなかったんですね。 だから奥さんとお母さんを実験台にして「全身麻酔作ったんです花岡清春の妻」っていう本があったりね舞台になってますから読みなさい見に行きなさいって言うと分かります。つまり漢方は精一杯頑張ったけど完璧ではないんです。今の医学でいいこともたくさんあるんですね。 でも今の医学で治んない人には絶対漢方がいいんです。でもう一つ今の医学にお世話になる前も漢方がいいんですよ。第1回国勢調査年ですなんとその時の平均寿命皆さん何歳って今想像してくださいね。今は ね八80歳以上でしょ男女とも。その当時は、なんと、今のちょうど半分なんです。1891年が半分なんですよ。40歳。その後、西洋医学と、もちろん予防医療と、栄養管理と、みんな進歩して、我々、100歳近くまで、元気で暮らせる可能性が高いんですね。 だから漢方だけけがいいわけではないんですぜひ皆さんは今の医療ね現代薬学も含めてもちろん養生も含めて食生活の指導も含めてそして漢方も身につけてほしいんですねで今フレイルっていう言葉がありますフレイルなんだそれは漢方的には未病ってのと同じです 病気とは思えないな。でも、病気の手前だよな。今、注意すれば。注意っていうのは、薬でもいいです。みんなで応援してもいいです。いろんなサポートをすると、元気に戻るよっていう状態なんです。それをフレイルって言います。そのフレイル。ね。お年を召して、ちょっと年取ったな。ね。そこに、 結構有効な漢方薬は人参用エイトって言います。さっきお話しした朝鮮人参と奥義が入ってる人技剤の3つね補充液と従前大補湯人参用エイトねの一つでしょ。なんとなく最近年取ったのよって人にはぜひ人参用エイト勧めてみてください。ね 結構いいなって思われますただ漢方はぼぼぼぼちちちちきますよぼちぼちもちろん後でお話をする「風」とかねいくらでも半日が勝負1日が勝負っていう漢方もありますけど皆さんの立ち位置は漢方は今の薬よりも西洋薬よりもぼつぼつ体質改善を兼ねて効くんだなと思っといた方が 説明しやすいです。ぜひ、どんどん進めてほしいんですね。で、なんでフレイルに漢方がいいのか。それは。むしろね。フレイルを過ぎたら。昔は治せなかったんです。つまり、お年を取った人が。転ぶ。転んで。骨折ります。大腿骨折りました。漢方じゃ、何を投与しても。歩けるようになりません。 でも今の医学は手術をして人工関節を入れれば歩けるようになる人たくさんいますじゃあ漢方どうしたんですか転ぶ前に手を打ったんですよ漢方ができることは漢方ができない領域に行く前に精一杯頑張れよっていう生薬の足し算をしたんですだから役に立つんですねぜひ皆さんも えー、本当の病気になる前にいろんな漢方薬を勧められるようになってほしいんですねぜひ人参用 A とね試してみてくださいで漢方は体質が合わないと不快な作用が出るって人もいます。 そんなことありません。ね。まずいとかね。ちょっと変だとは言いますけど体質が合わないからこれを飲んだらとんでもなく危篤な状態になる。そんなことは一切ありませんからね。ただレスポンダーとノンレスポンダーがある。ね。症が合う症が合わないっていうのは飲んでいると薬ですから悪い方不快な作用の方が起こることがあるんです。だから。 何か悪いことが起こったらすぐに相談に来てねって皆さん言い含めればいいんですよ。皆さんは毎日、ね、皆さんご自身並びにチームで毎日患者さんに接し、接することができるんだから、えー、ぜひね、なんか変だなっていう人はみんな、ぜ、え、ひ、ー、介入してほしいんですね。その時に漢方がいいっていうのは 分かったでしょ昔の知恵だからいいんですよ昔の知恵だから漢方薬はお湯に溶かして飲んでもらって問題ないです大体いいお湯に溶かして作りますからもちろん液体のやね錠剤もありますでも熱には結構強いんですね お湯に溶かすと入れ歯に挟まりませんからね。喜ばれたりします。あと漢方薬はボツボツ効いてくるので、いろんなお話の仕方結構大事なんです。最初から治るっていうとね、結構負けるんですね。4週間で治った感がちょっとしかないから。ボツボツ効きますよとか。 半分ぐらい良くすることを目指しましょうねとかねいろんなそういう話し方が結構コツがあるんですそういうこともこれからたくさん皆さんにね僕の知恵をすべてここでお話ししていきます漢方薬大切なことは 一服飲んで死ぬことないんですよ漢方的診察をしなくてもモダン漢方ね、僕が十年広めた方法で多くの患者さんが楽になってそして僕と一緒に勉強した先生方はすごい嬉しいんですだって良くなるんだからだからその輪を今度ね 薬剤師の先生方にも広げたいわけ薬剤師の先生に OTC の漢方薬でどんどん病気になる前に介入してもらってあとは病気から立ち直った後にも介入してもらってそしてかかりつけのようなね先生になってもらってずっとその患者さんの一生を その家族の一生を見れるようになるとね、すごい楽しいと思うんです。医療費削減のためにも皆さんの努力が必要ですから、一緒に頑張っていきましょう。はい、お疲れ様でした。